授業始まるぞ。やるぞね。授業始まってるぞ。はい、皆さんが静かになるまで5分かかりましたね。皆さんが静かになるまで5分かかりました。それカンペいる？それカンペいるかな？今台本なのこれ。まあこういうことだよね、今日やりたいことは。どう？まあ、まだ見えてきてないけどね、俺たちは。こっち側になってみたいとちょっと思ったんじゃない？確かにこちら側が羨ましく見えたかもしれないけど、こっちにもこっちの苦労ってもんがあるんだよ。わかるかい？その苦労をね、今回体験してみようじゃないか。そして、ね、みんなに伝えたい。こっち側の、こっち側から見たら羨ましく見えるけど、こっち側にもちゃんとした立ってるんだ。準備万端だね。こういう先生いたもんね。体育の先生だよね。市内ね。市内。模造刀じゃなくて市内だね。やばい、これ持ってた、ね。皆さん準備はいいですか？はい。ああ、いい。この感覚懐かしいよ。いいね。これチンって言ったらだね。これ体育だ。もう変な学校来ちゃったよ、お母さん。お母さん。お母さん入れないでよ、こんなに。もっと受験頑張ればよかったな、お前ら。直しに入りました。優秀。あ、もう見直しもしない。もう俺はやるべきことはやったっていう顔してる。あ、出始めた。いる。すげえバカかすげえ天才かのどっちかがやるやつだ。授業。終わった。はい、授業だと思って。終わった。あ、チャイムだったよ。終わったんだ。終わった。カラオケか、カラオケ。歌うんだこれ、カラオケ行こう。歌うんだ。誰か会員証持ってる？誰か一人やればいい。一人やればいい。バイク持ってるから。あら。え？あら。なんでこの点数のまま。あら。よしの。はい。よし。4点だ。おぉ！喜ぶなよ！ 4点って喜ぶなよ！ 4点！これみんな頑張ってくれ。4点そうなの。読んでこれです、それ。もっと低いかと思ってた。はい、次、ゆかみ。はい、違うんだ。3点だから、やろう。耐えた。耐えた。3点は耐えた。3点耐えてるんだ。耐えた。はい、最後、しげた。はい。3点。3点。あ、ビリじゃねえんだ。ここに系のテストか。はい。あーでもいけた、これはいけたな。うわあの人うるせえな。リアクションいいな。本当はテスト中やりたかった。うわーとかってみんなこれうわ鳥さんとか言いたかった。言いたかった。これやばいよね。最悪。でもあの予備校の講師に言われたのが、消しゴムを使うときには肩でいけってめっちゃ言われた。こういうことばっか教えますよね、塾って。教える人に終わった瞬間お前ペン講師だ。こういうことばっか教えるんだから塾。ノーで答えないといけないんだよ。ノーアイドとかして。あったー。みんなじゃあ何、イエスとかノーとかで答えたかって。アンシュー。オーケー。オーライト。ザコ英語。ザコ英語。俺たちのザコ英語。ファイヤーフォックス。髪多くね。あれ？俺は量ですって。俺は今回の僕は量ですか？多くね。覚悟してください。覚悟してくれ。嘘だ。皆さん覚悟してください。45分見とるかもしれない。今日マジで言って。マジで。あ、次は私のテストを皆さん解いてもらいましょう。よし。山が配っていくからな。いかになるまで開かないように。みんなはトイレは行ったかな。先生、タバコ吸ってきていいですか？あはは、君持ってきちゃダメだよ。禁断症状がもしかしたらテスト中に出るかもしれないです。よし。では、私のテスト範囲は、国語、数学、社会、理科、英語、もうこの5教科でございます。なるほど、いきます。よーい、始め。そうなんですよ、ちょっとね、かぶってしまってるところもあるかもしれません。それはラッキーですよ。たまたまね、テスト前日に見た
投稿中に見た看板の漢字が、あ、出てるじゃんっていうテストもありますからね、皆さん。ね、皆さん。皆さん今集中してらっしゃるから。うわ、これどれだっけ？はい、来ました。どれだっけこれ？いいリアクションだー。ちょっと絶妙に覚えてね、これ。いいリアクションだー。うわ、どれだこれ？まだ国語ですからね、1枚目、皆さん。これがあと5回少なくなるんで、5回ありますんで、皆さん。嘘でしょ。でこれ筆算しなきゃいけないんで、めんどくさい、マジで。筆算とか久しぶりにやったわ。意外と忘れてるんですよね、そして筆算って。もあーちょっと待って、もうあーやっぱ算数大っ嫌い数学大っ嫌いヘドが出るでしょ、ヘドが出る好きな方には申し訳ないですけど、本当苦手な人がね、数学の問題解こうとするとヘドが出るんですよ。数学のテストはお金で点数買いたかった。確率もあんの、めんどくさい。確率あんの。この後はダルバギダル。今回の問いのかっこいい、はい、いいですね。おやった、お墨付きいただいた。え、だってこれ先生の知らないこと書いてもいいわけでしょ。あ、確かに。そうやって先生困らすの大好きだったから。意外といいラインついてるんですよね、この問題が。おやべ、全部面白いよね。先生が喋るね。バギーちゃんもね。先生が喋るね。はい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 。しかもこれ、もう何個か書いてねえのぜ。やってるし。まだあんのかな。ありそうだな。まあ今のは NG 集とか入れようかな。そうだろ、マジかよこれ。どうした？覚えてねえよこんなの。マジうぜ。そうです、世の中答えは一つじゃないんです。テストの答えだって一つじゃない。採点する先生も一人じゃない。人間な。俺たちは人間だ。はい、採点終わりました。もう、じゃあ取りに来てください、皆さん。ああ、まあ。さあ、イージーミス。イージーミス多いですよ。ギャラ、イージーでーす。ああ、やべえ、やべえ、あ、そうだよ。まあ、一問目からそうですわ。今ならわかるっすわ。違うっすわ。受けたまわるですよ、この国語の第一問。いじみすし。ゆかみふみやが常駐している。危ない、口に出しそうになりましたもん。どこにじょって言いそうになった、マジで。一番、これが俺の中で一番好きな問題です。なんで、ね、大海賊時代。ドッパンさんだけじゃない、かけてたの。え、マジで俺だけ。海賊ってかける。かけます。あ、そっか。俺字間違えた。海賊の賊じゃないですよね。字間違えた。あとは、まあ、清少納言、川端康成、二味南吉さんですよ。皆さん。ウェイ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 。ウェイ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 。これはまあでも選択問題だったからね。でも、家臣昇段、花鳥風月、名教師ってみんな言ってますね。数学、ちょっと、やっぱさん、確率諦めないでもらっていい？俺の答え言いましょうか、確率の答え。どうぞ。男は丸か×か、二分の一しかない。はい。2分の1なわけないだろ。おほほほい、おかしいから先生ならもっと怒んないな。何受けんじゃない。先生も諦めちゃって。50% の確率なわけないだろ。就職する人の怒り方。まあこいつ進学しないしっていう。いや、あと社会、あと最東端の島、南鳥島ね。この東端なの、東の端なのに南って名前がつく。あと沖ノ鳥島がすげえ邪魔してきたんですよ。そうなんですね。南端のやつ。コンクリで補強して。お前じゃないってことだけは分かってて、ずっと頭の中にいたんですよ。そして川の文字が入る都道府県、香川県、石川県、神奈川県の3つです。ああ、そうだよ。俺住んでるのに。はい。俺住んでるのに。神奈川。東大元暮らし。本当は神奈川だけ。神奈川だけ書いてないか。他全部書いてるのに。特性例って行ってましたっけ、吉宗さんって。ケイタさんが特性例って書いたんですか。いや、本当に物鉄の知識。これしか確かに特性例って1回じゃなくて100回ちょいやってた気がするんですよね。
信者さんが一応教本の改革、目安箱設置、まあ、質素倹約、あげまいのせい、帳面法とかが、うん、全部初めて聞いた。あれ俺のやつ今の中に入ってない。言ってください。知らない、知らないですよね。吉宗が将軍になった時、要は直系じゃなくなってきたわけですよ。どうするっつって和歌山から吉宗君呼んでくるんだけど、その時に、まあ、将軍になりました、大奥ってのがあるらしいな、可愛い子いっぱいいるらしいじゃない、ちょっとその中でさ、特別可愛い子100人ぐらいちょっと集めてよ。で、まあ、1ヶ月その間やっぱ女の子たちは化粧したり、そのいい着物着たり、とにかく私が一番になるのよって将軍のね、AKB の総選挙ですよ、死に勝手みたいなことやるわけですよ。だ1ヶ月後100人バーって並びました。おお可愛いじゃん、君らこんだけ可愛かったらさ、多く組でもよくない、お疲れ様でした。でリストラしたんですよ。すごいな。これなんでリストラしたかっていうと、その私がより可愛くなりたいっつってお金バンバン使うわけ。なるほど。それが財政を逼迫するわけ。彼は倹約をしたいわけ。なるほど。だから女中たちをそうやってクビにしたんです。うわ、金をかけたい100人を選んだわけです。なるほどね。あとついでに吉宗は B 線って言われてますね。あら、ブスが大好きだったらしいです。以上です。カットするかもしれません。いいか、ちょっと俺もこれ茂本さんの感じ、これこれ月光ですか。2個、うん、俺ちょっと月光で読んじゃった。違う、すみません、俺月光のこと光と思ったことねえよ。いや月光に見えません、これ。月光じゃないでしょ、月光って書いてある。嘘、日光でしょ。あ、どっちとも取れるけどね、月光って言われると月光っぽい。だって月光ってこういくから。だしこうだし。どっちもないから、これ。どっちもないのよ、これ。そうかも、だけど、俺ちょっと月光に見えちゃった。あと、二酸化炭素です。どっちにしろ罰かい。月光2個で。こっちで罰でしょ、じゃあ。こっちで終わりでいいじゃん。こっちで。すいません、これ質量保存則バットな。質量保存の法則です。え、質量保存則っていう言い方しないっけ。これは保存の法則、保存のだな、ごめんなさい。うちの学校では質量保存の法則。そうか、初めて聞きました。あ、そうっす。ちょっと待ってさ、唾液に含まれるデンプンを分解する消化酵素ってベロリンガじゃないですか。ベロリンガじゃないです。違う。ポケモンなのよ。答え何なの。答えアミラーゼです。アミラーゼです。聞いたことありますか、アミラーゼ。聞いたことあんな。あとはダチョウは卵生の恒温動物である丸ですね。そう、これ。で、カエルは幼体のみ肺呼吸する。いや、これはエラ呼吸ですよね、お母さんたち。タンポポは利便化類であり、ヒゲ根である。違いますね、これは合弁化類で手根足根です。英語ですね、フェブアリー2月。ランは学ぶかな、学んで勉強なんかね、勉強しますってちょっと書いてる聞いたんですけど、学ぶかな、学ぶどうちゃうねん。ちょっと説明して学ぶと勉強するの違いをちょっと俺知りたいよ。勉強はスタディがあるからな、ちょっとスタディがね。キモくない。あれが日本の英語の勉強を邪魔にしてる。あれ日本教育の悪いことです。嫌いだった、嫌いだった。今回習った数学の公式で答えなかったのよ。俺、まあ、めちゃくちゃ簡単な方法で出した、はい、みんなこんな書いてるな、これ2行で答え出して25バーって書いてバツくらって25なのよ、うん、なんでダメなんですか、今回習ってないか。すげー。で俺それで100点じゃなくなっちゃったの、それで。うわ、連続100点記録がそれで途切れたのよ。それと同じことで思い出したわ、嫌な記憶を思い出す人が。思い出さす人が君は。すいません、なおは学ぶです。ちょっとスタディなんで勉強するわ。ちゃうって書いてるのが面白い。ケイオスなのよ。ああ、そのまま書いたんだ。ツッコみたかったんだけど。チャオズじゃないのよ。いいね、ケイオスなのよ。ケイオス。昨日、茂田 S 信者はいいお茶を捨てた。これはカップをちょっと使ってほしいですね。日本語文読んで、捨てたのはお茶であって、カップは捨ててないから、カップは使わないやろ、つって。そういう謎解きをしてみたんですけど、カップ。ああ、そういう解き方。お茶を捨てたので、
でやってカップをこう捨ててたわけじゃないからカップどこにも出てこんと思ってこのカップ使わなかったすごい書き方してるな。スルーアウェイやグリティオブザイエスタデイすごい書き方してるねぶっちゃり入れといてるやん。すごいね。今の英語なんてんすか9高い9ラウンだけ間違えた。あーさっきのスタディーマジで俺も10点だと思ってるみんなには10点っていう隣のクラスの子には10点だった俺10点だった10点っていう。あー高い。やっぱり平均78点です。おー高い。くそもうちょっと難しくするよ。そうねパターンにいっちゃった。ちょっとオーバーしちゃった。じゃあ、三上さんがめっちゃ今回、すげえ得意だった。いや、90。やばい。いってます。三上さんのせいで俺たちはお母さんに怒られる。そうです。へいあじゃあラストは重田さん。あざす。重田先生。あざす。よろしくお願いします。あざす。お願いします。あの二種類作ってきたのよ。ここ二種類。ああ、うん。そういうパターン。どうしようかな。みんなも二種類作ってくると思ったのよ。いつもなんか多めに持ってくるじゃん。そう。俺バカ真面目に設定されたやつしか持ってこなかった。なんか倍くらい持ってくるし。今回俺倍持ってきたらみんな一個だし。これやります。一発目。あいいですね。じゃあもう一気渡していい？あなるほど。じゃあ今日は20点満点みたいな感じ。でそれぞれでやってもらう。あそれぞれ。それぞれ。オッケーオッケー。金銀って感じで。金銀。赤緑って感じ。テーマも書いてあるんで。これはこういうクイズですって題名クイズの題名も書いてあります。これ。クイズ。そう思って楽しく解いてね。でそれ楽しい先生おる。そう思って楽しく解いてね。なあ楽しみっていうのは。お、2枚目がなんだろう、なぞなぞとか出されたら飛ぶんだけどな。さっきクイズ聞きたよな。じゃあもう一問じっと、じゃあいただきますと言って始めてください。じっといただきますと言っていただきますと言われればお前になってます。手を合わせてください。せーの、いただきます。こっちから行こうかな。うわむずーむずー。なにこれちょっとマジちょっと待ってすごく攻めた。二人とも頑張って。今回ねやっぱ攻めないと意味ないから。このぐらい気がするな。いや相当水ってことだもんな。一個だけ知ってるのあった。相当水ってことだもん。夏が楽しいな。これ夏が楽しいってことを分かってから解きたいよ。最後だから。あ2とかが良かったわ。じゃあきっと2とか3が良かったわ。夏がはめっちゃ楽しいですよね。4とか選んじゃったからさ。もう問題が分かんなくてももしかしたら解けるかもしれない問題もね。なるほどね。4つがあるんですよ。俺もちょっと選択肢を見てもしかしたらこっち側のテスト解いてるの俺だけ説だった。銀からやったのに。銀からやったのに。どっちが銀でどっちが銀。うわっうーわめっちゃいい問題これ。いやでも嬉しい。絶対こうだ。これすごいね。先生にこうやればよかった。俺はちょっと重田さんの癖を見るしかない。俺もねこの考えそう癖があるんですこの問題には。問題の出し方がおもろ。もう何もできないのにもう過去に作ったもので笑ってもらってるっていう。嬉しいですこれ。嬉しいですね。気分がいい気分がいい気分がいいです。あやっと分かるやつ来た。確実に。あやっぱこういう選択肢の作り方してんのか。じゃあ読んでるけど。いや俺今エネルのところだから。ちょうど今ちょうどエネルのところなんだけど。あちょうど今エネル。3月7日火曜日。数えるか。おいせめて評価系をせめて。3月までいけるから。3月までいけるから。ほんとだ。31まではダメだ。視力が悪い。今日の日付があれば数えられるでしょ。14、20、21、28。聞かれました。よし来ました。いや
うわードキドキする。見てもいいですか。最下位独走してる自信があるけど最下位じゃない方がいい。どうぞ。意外に取れてる。割と。取れてる。一番ミルクの割合が7割なのはカフェモカなんですよ。これ割合で名前違うんだ。ちなみにカフェラテが8割、マキアートが 25%、 4分の1です。なるほど。でカフェオレが半分使った感じです。これカフェオレだけしてたんですよ。ハナさん A ですか。これはね A です。 A です。で2番水分が7割なのは、でこれ全員パイナップルってた。違う。で一番びっくりするぐらいみんなパイナップルがやばいんで。じゃあパイナップルだよ。だって何秒の疑問も抱いてなかった。おパイナップルや。じゃあパイナップルだ。栗は違いますよ絶対。違いますよね。栗は 60% なんですよ。意外に多いんだ。でアボカドが7割で、ということは A で、まあ、柿とパイナップルは80を超えて、あ超えたパターンか。柿が83、85がパイナップル。キュウリが9割水分、90%以上、あれをイメージ、あれを基準に、じゃあパイナップルくらいかなみたいな。なるほどね。なるほどね。いい推理ですよね。いい推理でした。そう解いていくしかない。そうなんですと。で3番ヘアスタイルの七三分けはどこの真上で分けると言われている。答えは A、 黒目の真ん中。迷ったんだよ俺と。目頭は64です。目尻が82。あはい。でこれ最後、これ目白っていうのは池袋の池袋ですよね。目白の真上は池袋なんで、全く実際にはならないっていう、これだけ地名を入れてみました。で4番、地球の表面積の7割を占める海ですが、海水の塩分濃度は何パー程度。1人合ってました。3パー。すげえ。 A でしょこれ。だから A です。 AAAA と来てますね。ですから、いいマジかよ。本当や。ありえない。いや全部間違ってるから。でちなみにお二方が選んだ30個はこれデッドシー司会。司会以外ね。司会の濃度司会の濃度選んでました。いやー30ぐらいのしょっぱいもんな。なんか俺も正直、いやしょっぱかったら一回用意塩取れるやろ。うん、ちなみに俺これ情報知る前 50% ぐらいと思ってた。やばいよ。安心してください。私もこれ間違ってた。やばいよマジ。ちなみにこれ12が味噌。味噌なんだ。16が醤油でした。で5番、2019年度タバコ売上第1位なんですけど、去年2022も同じもので、去年で14連覇中の銘柄となっております。これがセブンスター。いやさすが、やっぱセンターなんだ。センターなんだ。でセブンスターボックスが4位で結構、はい、4位。セブンスターエグい。エグいっすね。でミルススーパーライトはセブンスター14連覇前の王者です。なるほど、その前なんだ。で6番、マイナンバーカード、これ間違えてると思わなくて、これ全員当たるやつと思って俺入れた。いや分かんなかった、覚えてなかったわ。確定申告されました。いや、まあ、7の倍数がちょっと14になってたんですよ。4の倍数で迷え。4 なんで7? 7番、これカーフレイズが正解で、これも A でしょ。カーフレイズか、 A で、他の5と間違いの選択肢は全部浜崎あゆみのシングルとなっている。マジかよ。曲の名前なの言わせなさすぎるだろ。確かに俺 B と C で迷ってたんですけど、全曲で迷ってた。浜崎あゆみ、全曲で迷ってた。迷ってた。だから浜崎あゆみファンだったら気づくわけだ。気づくわけです、はい、で8番70、約数これ8個、8なんだ。これも書き出せばいけると思った、1275、1257、1035、70。あ、それ14で出てますね。14個出せれば倍で芋づるでいけるから約数って。俺 5出して、あ、でも5ちゃうわって5消したとか。だからちゃんと5が14って分かってれば、1の0は5なのよ。5入ってくんのよ。なんで5消したんだろう俺。アルコール度数70のお酒はどれ。これ A、アブさんなんですけど、一番いいと思ったもん。で、これ別の後藤の選択肢なんですけど、
すべて私の好きな画家となっている。美術家の好きな方だったら気づくわけだ。気づけて、そうだよね、消せるんですね。なるほど。いや人名だ。逆にあるかと思って。いや、あり得るな、分かんなかったな。アルチンボード、マグロット、ベラスケス。俺聞いたことあったのが、ベラスケスしかなかったから、ベラスケスは知ってたんだ。じゃあそこで行けたかもしれなかった。いや、でも逆にベラスケスしか知らなかったから、いや、あるかもなと思って。最後、70% の英語、オーフン。オーフンか。いや、やっぱみんな何点？選択肢は9個 A でした。俺4点なんだけど。一緒よ。何点ですか？よ。うわ、2点だわ。やばい。ちょっと簡単にしとけば。いや、難しかったよ、これ。これ。ミスった。いや、まだありますから、銀がありますから。こっちが銀だ。70% っていうのは、パソコンで打ち込むときは、7スラッシュ10だよね。ってことは、7月10日ってことなんだよね。あれ、聞いたことあるな、この喋り方。都市伝説。すごい聞いたことある。もうわかるよね。だから出したってことなんだよね。チップ埋め込まれてますね。それは言わないでよ。これで。それは言わないでよ。ミサスが。手首に入ってチップのこと言うとめちゃくちゃ怒るから。これはなしだよ。あそこだけガチになる。ガチになるから、そのさ。一番はもう計算すれば出せるから、もう全員当たるかなと思ったんですけど、月曜日です、これ。月曜か。やべ、また A だ。いや、もう今日が火曜だから。ちなみにこれ、ね、火曜なんじゃないかも。 BC のカーキンが、燃えるゴミで、D が燃えないゴミとなっております。私の住んでる場所、住んでる場所は。これ2番、全員ケロッピで間違えてるんですよ。これ、ケロケロケロッピって三つ子で、え、だから全員この三つ子の兄弟を知ってるっていうのは、そう。そしたらじゃあそっか、もう全部消去法でいけるんですよ。で、ちなみにその正解のケロッペなんですけど、ケロッペなんだ、はい、これケロッピのいとこ、ゾンビリアでお人よしの男の子、6月22日生まれとなっております。わかんねえ。コロッピは弟ですね。わかんねえ。努力家だそうです。で、ピッキが長女ですね。木登りと料理が大好きと思います。みんなが振り返るほどのカエル小町。ここで書いてあります。カエル小町、そう、カエル小町。おしゃれで、ありがとうございます。で、これ3番は、まあ、ウルトラも知ってたら一撃かなと思ったんですけど、いや、これが TS。 あ、でも TS かなんだ。いや、ですか、赤坂にあるじゃない。はい、これ一撃かなと思ったんですけど、4番みんな当たってたの、これすごいな。これはもう完全に俺は茂田さん読みです。これみんな、これ俺が考えたオリジナルな。そうだよ、全員読んだんです。祈りはしないだろうと思って。俺も祈りはないなと思った。これ恥ずかしい。5番、これカニ。あ、カニです。カニかー、これ素晴らしい。で、これ鳥だけオリジナルセーターで、そう、これも誰も選ばず。真っ先に横も引きました。真っ先に引きました。恥ずかしいです。で、6番のアイリスコーツですが、アイリスの意味はこれ虹なんですよ。虹かー。虹なんだ。で、これ5と間違ってるやつの選択肢は全部アクアタイムズのシングル曲。小さな手のひらをちょっと見つけられたら危なかった。7番バハマの独立記念日、これはイギリス一撃。一撃です。他3つはないです。ありがてえ。ないです。まあ、ありがてえぜ。で、8番もうこれも、まあ、言わずもがなしかと。これも言わず、知らずですよ。9番失脚。失脚だった。まあ、関白的にはもう全部失脚なんです。失脚ですね。これ歴史の観点からもいける。歴史の観点からも失脚ですね。で、他の選択肢はオリジナル選択肢なんで。やられた。10番インテライミ。インテライミ、これはもうみんな本当知ってると思って出した。これは太陽の祭りなんだ。これは太陽の祭りなんです。インカ帝国とか。インカ帝国とか太陽の。確かにね、そんなイメージありますわ。まあ、残りの、ね、選択肢なんですけど、すべてケツメイシのアルバム「ケツノポリス3」に収録される曲。夏の思い出からちょっとたどり着けたのかもしれないという。平均ってやばくないか。でもそっちはめちゃめちゃ一緒。本当にやりすぎた。めちゃめちゃ一緒。本当は点数とかやばいんじゃないか。
俺と重田さんのベストはやりすぎです、うん、やりすぎたね。ここの2人はいい数字を出したってことですか、ね、ジャスト7割で俺が7割ちょっとでしたね。でも皆さん教師の苦労分かりましたこれね。あれそういう趣旨だ。教師の苦労を知ろうって企画だったけど、そういえば企画趣旨全然忘れてたわ。そういう趣旨か。そうですよ、もう教師の苦労を知ろう、教師に優しくできますかこれで皆さん。あ、まあ俺一発で7割出せたんで、まあ、みんな7割できるかな。うわっ強っメンタルも強っ警部殿、警部殿、ドッキングシステム完了。よっしゃドレミファソラシドッキング、イエス！ドレミファドラシードッキング、オッグッド！ドレミファソラシードッキング、オファンタスティック！チロ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